あの私がですねあの職人になってね、えー、初めの頃困ったことにですね、えー、変圧中とね引っ込み中ですね、えーまあ、引っ込み中はあの近くの電信柱の名前を書けばよかったんですけどその変圧器がですね、えー、どの電信柱に乗ってるかというのがなかなかあの分かりませんであのお困りの方もあると思いますんでね。 えー、私が失敗したことなんでちょっとお話しさせてもらいたいと思います。えー、っと一番最初にですね今スタンド変圧器はですね単相ですねこれはです、ね。えー虹側は U と V がありましてねで真ん中が中性線ですね。で、まあ、今これ20キロとしますとね100ボルトの10キロからこっちも100ボルトの10キロですね。まあこれが取れるとまあ無論こことこの、えー、U と V の間はあの 200取れるんですけどね、えー、今の炭素の変圧器はまあほとんどこれですよねところがねあの私職人になった頃の変圧器のはですね虹側のね引き出しのその線が四本あったんですねでこう,う U1V ですねそれから U2V2 とこうなりましてねでまあ一応ここはど,、まあ、どちらかが合わせに落ちてるんですけどねで あの今の変圧器と同じようなですね、血栓をしますとね、これは、えー、これ、20キロとしますと、これは10キロ、10キロですよね。はい、ところがですね、こういうこともできるんです。えー、並列にね、10キロ、10キロのですね、えー、変圧器です、すこれはまあ20キロ見ても中が10重々になってますんでね、それをで、ね、並列につなぎますとね、100ボルトでですね20キロ VA が取れるわけですよね。 あのこういうあの血栓もできたわけです <laughs> はいでまあ単素ですから入力も全部単層、えー、で入っておりますでプライマリーカタオとも2つずつですで次にですね刃にあります変速 V 血栓っていうんですけどねちょっとややこしいんですけど、えー、V 血栓にしときまして片一方のですね変圧器をねちょっと大きくしておきます、えー、例えばですね えー、こちら側の変圧器ですねこれを1 0キロにしておきますとねこちら側を 20kg ぐらいにするんですねはい、えー、そしてこの2 0キロの方にですね低圧を出力させるとこういうことになっていますでどうするか言ったらですね、えー、大きい変圧器の真ん中ですねこれ中性点をアンスに落とすわけですねそうするとこれは全体は200あるわけですからこっからここまで100こっからここまで100ですねそれから U とあの、ね v、と、U、の間でですすねこれは2箱あるわけ従、はい、って U と V と W ですねこれの間は三層の2泊が取れるわけですねそれから V と W の間にこう中性線を落としてますんでねこれとこことここは100ボルトこことここは100ボルトそれから U と V は無料2百ですね,ね。ねこれ炭素は取れるわけですわ。こういうふうにですね えー、2台の変圧器をですね炭素変圧器を、えー、直列につなぎましてねそれで、えー、酸素とそれから炭酸を取り出すというふうなのもあります今もうほとんどこれですねから次にですねそのね酸素の変圧器です、えー、もう1台でですねデルタになっておりますんでね、えー、出力側も酸線、えー、でいけると。 ここういういとになっておりますでもう一つですね V 血のがあるんですけどね、えー、それをちょっと、えー、これのですねあの標準型なんですけどね3層だけを取り出す2台でね V 血なんがあるんですけどそれはちょっと探したんですけど中上には載ってなかったです、えー、ほとんどはこれすね炭の専用の変圧器いうのはプライマリーカットアウトが2つしかありません。だからプライマリーカットトアウトが3つある分はですね 2、えー、台の変あのー、変圧器がつ繋がっておれば、えー、これはですね多分、えー、炭素とそれから酸素が取り出す変速部位結線であるということですねこれは関西電力の管内ではもうちょっと見られません。